サンド大阪代表取締役の辺木翔太です。株式会社 PB 代表取締役で、アイ東京代表の鎌畑です。今チャレンジすることは、なんか大阪店ができるってなって、自分の魂がどんどんそのプレイヤーとか、まあ、売り上げを上げるっていうところで数字ばっかりを見てた時期もあったんですけど、そこからなんかどんどん、なんか後輩がどう育っていくかとか、後輩がどうやって楽しめるかなっていうところを考える方がすごい楽しくなってきて、美容師の仕事ってお客さんを幸せにするっていうのもまあもちろんやけど、そのお客様を幸せにするなんか母数を増やしたいなと思って、僕一人で担当できる人数が例えばまあ1日20人だったとしたら、その20人以上幸せにするんだったら僕一人じゃ無理やなと思って、だからなんか大切な後輩にたくさん思いを伝えて、技術を伝えて、なんかそこからたくさんのお客さんを幸せにしていきたいっていう場所を作りたいなって思うことにチャレンジしてる。常にチャレンジはしてきたけど、まあ、なんか第2期が始まる感じでめっちゃ楽しみ。次のチャレンジ。いいっすね。いや、めっちゃ楽しみ。僕最近チャレンジしてることはゴルフですね。でも面白いですよ。なんかいろんな人とつながれますし、趣味を増やすことによって幅が広がるんで、人としての、そのお客さんとの会話にも影響しますし、経営者の方でこう髪切りに来てくれる人で、こうゴルフ始めたんすよみたいな、今度一緒に行こうよみたいな感じで、なんか一緒に行ったりもするんですよ。でなんかそういうところでまたコミュニティが広がって、そこからまた広がって、でそういう知見をいっぱいいただいて、自社でこうスタッフのために何かできることないかなって勉強したりとかになるんで、なんかそういうのをチャレンジしております僕は。で代表で、まあ、なんか経営していく中でやっぱり大切なのってもう数字より人だなと思ってて、で人がどんだけついてくる人間であるかとか、まあ、そこら辺を僕はどんどん考えていきたいんですけど、まあ、なんか常にその経営っていうところで僕がなんか大切にしていきたいのが、いろんな経営者がいる中で正解は僕ないと思ってて、僕の正解はいろんなやり方でいいけど、常に同じ方向を向いてる会社を作りたい。でその方向を、まあ、ぶらさないように常に目標を立てて、常にスタッフを見続けて、常にスタッフが困ってることを解決していきたいと思ってるんで、まあ、どちらかというとやっぱ僕ずっと言ってるのが、その、まあ、店長とか、リーダーとか、なんかそういうところを辿ってきた時に、やっぱ上に立つものっていうよりも、なんかそのみんなのすごい中心に立ちたいなと思って、だから上でもなく下でもなく同じでもなく、なんかいろんな角度からなんかスタッフを見守っていきたいから、まあ、常にその経営方針の中ではなんか目標を常に立てさせて、なんかその目標をすぐに達成できるような癖づけをどんどんつけていきたいなと。スタッフとかその従業員の自己実現をさせてあげたいなと思って、業界の疑問とか、なんかもっとこうだったらこうなのになっていうものに対してできることをやりたいなって思ってます。その従業員とかスタッフたちの自己実現だったりとか、若い美容師が自己実現できるような世の中とか、まあ、仕組み化っていう言葉は僕はあんま好きじゃないんですけど、でも必要なことは仕組み化しなきゃいけないと思いますし、ある意味今ある制度よりもなんかもっといいものはできるんじゃないかと、まあ、方法は全然思いついてないですけど、いつかできるんじゃないかなと思いますし、まあ、自分がやるべきことだなって思いますし、なんかそういう経営を目指してやっていこうかななんて僕は思ってますね。いい社長。僕たちがすごいやっていきたい経営者っていうところで、お客様の人生を本当に変えるっていうところを考えると、美容師の仕事ってめちゃめちゃ無限大だなと思って、可愛くするだけじゃなくて、やっぱそのお客さんになんか一歩勇気をあげたりとか、なんかまあそのタイミングで携われるこの仕事をどんだけの美容師にもっと伝えてあげるかとか、経営者っていうところより、まあ、美容師の視点で考えると、ただ単に可愛くする仕事ではないなって、本当に人生を変えてあげるとかきっかけになればなって、まあ美容師っていう仕事はなんかすごい今の時代はキラキラしてるイメージだけど、一番大切にしないといけないのは僕たちは本当に裏方、でも裏方であるけど自分たちが仕事を楽しんでないとお客様も幸せになれないから、本気で美容師を楽しまないと。だからその思想っていうところでは、まあ本当になんですかね、人生を変えれるきっかけ、っていうのが僕の思想ですかね。その僕が思う美容の思想はやっぱりその人っていうのは美しくなりたいとかかっこよくなりたいとかっていうのって絶対持つものなんですよね。でそうなったことによってじゃあ何が起こるのかっていうのは、自分に自信がついて一歩踏み出すことができて、それによってなんか起こる選択が広がるというか幅が変わるじゃないですか。で
待ち受ける人生の結果が変わるみたいな、うん、だからそういうものだなって僕思ってるん でそれを引き起こしたりとかそのきっかけを与えられるのが我々ってことですよね。美容の思想でございます、はい、ですね。お客様幸せにできてない人はスタッフも幸せにできないなって。いや間違いないです、間違いない。スタッフ幸せにできてないやつはお客さんも幸せにできないなって思うから、うんうん、結果やること一緒やんって、うんうん、プレイヤーとして店長をやってきたけど、うん、今後代表になっていくことにつれて絶対にプレイヤーを辞めてはいけないなって思うし、うんうんうん、その考えをなくしてしまうとスタッフも幸せにならないなと思う、うんうんうん、からずっとプレイヤーやっていきたいし、そのプレイヤーを本気でやってきたからこれから伝えれることもある、うん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 、だから第一線で戦っていくっていうところはずっと思ってるし、その第一線の代表としてみんなを第一線に持っていきたい。うん、間違いないですね、うん、でも本当にプレイヤーはやめちゃいけないなと思います、ね、うん、やりたいことがなんだもっと大きくなってくるといつかハサミを置かなきゃいけない時も来るのかなと思いますけど、やっぱりできる限りお客さんのことを思いたいですし、技術もやりたいですし、多分単純に僕たちは美容師が好きなんですよね。好き、大好き。単純にただ髪を切るのが楽しいし、お客さんと関わるのも楽しいし、ただでもスタッフのことも考えてやらなきゃいけなくなるこれからもありますけど、やっぱり美容師が僕たちは大好きです。大好き。なんか響きはもしかしたら悪いかもしれないけど、うん、一回しんどい思いをしろって思う。環境を与えるけどしんどい思いとか自分が頑張ってるっていうその努力がないと、自分たちが与えれる環境だけに甘えてしまうと、言ったら僕のサロンになってしまう、うんうん、自分が作っていきたいのはみんな一人一人が主役で、みんなの目標があってみんなの理想が叶って最高のサロンができるから、うん、常に幸せっていうのはやっぱ思えないし、しんどい思いをして何か得られることの方が大きいと思うから、常に幸せっていう気持ちを持てるサロンっていうよりかは、努力して努力して努力して結果一番最後に、まあ、年末とかにうまい酒を飲もうやって、自分のゴールをしっかりと目標を決めさせて夢をたくさん持たせるんですけど、まあ、なんか今後作っていきたい場所っていうところでまず夢を持ってほしい、うん、夢を持って夢のために頑張ってたら実はそれ夢じゃなくて目標だったみたいな、うんうんうん、でその目標を達成した時にまた新しい夢を一緒に考えてあげたい、うんうんうん、夢を叶えるためには目標がたくさんあって、でも今の自分だったらその目標っていうのは多分夢やろって、うんうん、で可能性はもっとあるし、自分がもっと可能性を持ってるんだろうって思わせてあげたいし、その環境を与えられることによってその夢って意外と遠くないなって思わせてあげる環境を作ってあげたい。うーん、なるほど。来年2022年をどういう場所に今後変化させていきたいとか、渋いどう変化させていきたいか、うん、今作ってる場所ってメンズサロンって認識じゃないですか。なんか僕がこう長期的にやりたいってことといえば、そのメンズもレディースも関係ないんですよね。言うたら会社を作り、何のためにって結局お客さんとか世の中の若者、今の僕たちより若いこの後の世代に何ができるか、何をしてあげたいか、どうしてあげたいかじゃないですか、うん、でそのことで考えると結局メンズをどうこうしたいとかレディースをどうこうしたいとかじゃないんですよね。だからそのカテゴライズがいらないなと思って、だから今そのメンズっていう認知で言うたら僕うちやってるんですよ、レディースも、うん、やってるんですけどメンズが主体になっちゃってるんですよね。でやっぱりそういう認知にもなってるじゃないですか、うん、だからそれを逆手にとってこうレディースをやっていこうかなって思ってます。だからカテゴライズしたくないなと思ってる、うん、夢なんですか僕の夢、はい、なんか僕の夢は今のこの幸せになった自分の気持ちとか、まあ他のスタッフが今楽しそうにやってるこの美容師像っていうのを関東の東京だけに収めておくのってすごいもったいないなと思って、で上の2人の考えを全国に持っていって、で美容師っていう仕事を楽しめる環境づくりを全国に広めたいっていうのが僕の夢。むしろ夢聞きたいです。夢ですか、うん、あるんですよ一個、なんすか。地球を庭にすることですね。今ね日本の会社をある程度大きくしてスタッフたちをどん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 こうみんな自分最高かよ最高な状態にさせて、うんうんうん、でそれで広がっていくみたいな、そんな状態が理想なんですよね。もう3日に1回いろんなホテル回りながら地球を庭にするようなそんな人間になりたいなって思ってるんで、それが夢ですね。かっこいいね。絶対やります。絶対ね。絶対やりますよ。